筑波で自転車店タスサイクルを経営している福田です。筑波に移住して3年になります。生まれは埼玉の大宮です。筑波に来る前は東京の自転車店で店長をしてました。中学校の頃にテレビで見た BMX に衝撃を受けてから、仕事も趣味もずっと自転車の世界に携わっております。ちょうどどこかでお店を出そうと思っていた時に昼山と出会い、意気投合してここに3年前に出店しました。候補地はいろいろとありましたが、自転車で走った感覚がこの街が好きだったのでここに決めました。筑波は自転車乗りには最高の街です。人も車もちょうどいい規模感で走りやすいんです。街は整備されていて道も平坦だけど変化も多く、少し走れば自然や山もあり、いつでも楽しく走れる街です。普段はお客さんと友人と山に走りに行ったり、暇を見つけて自転車のイベントを自ら開催したりと自転車ライフをエンジョイしています。この店に来る客層は幅広く、子どもの自転車からプロユーサーまでいろいろなニーズがあります。筑波には自転車好きが多いんだなと実感してます。これが私の筑波ライフ。